さあ、二面だ。まあ、か、なに？なんか歌ってる。あ！ま、誰かわかったわ。じゃあ吸い込んでみるか、あいつ。じゃああいつ吸い込みますね。痛いなぁ。カービィのマイクといえば？一発限りだよね、多分。やってみるか。あれ？ははは、カービィのマイクといえばやっぱね、こうでなきゃ。前に大音響のね、え？あ、え？ボス？チオボス？ロボットだ。インベードアーマー。あー、やばい！何もなくなった！やばい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 。吐いて、吸って吐いてだな。いて！この野郎！インベードアーマーが中ボスになるタイプあんのか。じゃあ、それ力、借りさせてもらうぜ。コピーして、ジェットー！え？あれ？え？え？ちょっと待って。え？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 ちょっと待って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 。え、どういうこと？シューティングゲームになった。なんか知らないけど、シューティングゲーム始まっちまった。シューティングゲーム。ジェットになるとジェットになるでさ、俺にとっては不都合じゃねえかな、シューティングゲームになるのは。聞いてないよ、シューティングゲームになるなんて。まさかのシューティングゲームあるんですか。マジか、これシューティング苦手な人には泣かせた仕様じゃないかい。弾数制限はない。あ、溜め打ちとかできんの？あ、溜め打ちもできるね。溜め打ちも一応できるってわけか。シューティング面あんのか。シューティング面があんのか。マジかよ。ジェットを使うことによってシューティング面に移ってしまうわけだ。これさ、こうなったらどうなんの？左端にいるとどう、あ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。じゃあ今度こそ乗ってちゃんと。ちゃんと乗って裏面に行くってわけですよ。裏面は裏面で気付けないとね、敵の攻撃がちょっと見づらくなるからね。さすが 3D の先駆けってわけよ。まあ 3DS で出たソフトなんだけど。うわ、シューティング面じゃずっとシューティング面続くってわけかい？これもしかして。ポッピー！やめろ！やめろ、ポッピー！痛えな！ポッピーはちょっと邪魔すぎるな。うわー、分かってんじゃん。自分のと、さあ、特性を分かってるね。あ、こいつらも自分の特性分かってるわ。うん、街に住んでる奴らも。こうすれば、自分、相手はね、自分は無害でね、攻撃できるわけだからな。分かってんじゃん、自分のね、特性ってもう。表と裏の面を繰り返しながら。よしよしよし、取れた。IC キューブが多分どっかにまた散ってる可能性があるな。あるなぁ !IC キューブ。で、戻って、一気に。オッケー。戻って、シューティング。シューティングは別に嫌いじゃないんだよな、自分は。わかるかな？グラディウスとかゼビウスとか。やった覚えはありますよ、結構。ただ、一番僕が苦手なシューティングゲームがありまして、パイロットウィングスって言うんです？なんだ？え？え？二電子砲？まさか。これは。んぎわキッチんぎわねえ。ちょっと待って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 、割と攻撃が。待って、割と波状攻撃してくんじゃねえか。ねえ、んぎわキッチって、どんな名前や、お前。ちょっと、ガチのシューティングじゃねえかよ。ガチのシューティングボスじゃねえかよ。二連手法じゃないのね。んぎわキッチなのね、名前は。なんつう名前してんだ。いや、ガチのシューティングじゃん。まさかの。まあ、二連手法みたいなもんだな。うん。マジかよ。
反射するかな。反射とか活かして攻撃してくるからな、こいつ。よし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 。あと、上のやつだけ。この野郎、この二連四方がよ。スパテラではお前に痛い目合わされたわ、二連四方にな。二連四方の恨み受けてもらえ。よし。にしても、んぎわきちってなんつう名前してんの？んーから始まんの？んーから始まるんよね。敵でもなかなかいないよ、んーから始まるやつ。わあ。ロボットが墜落しちゃった。なんかちょっと、なんか寂しいな。ロボットに別れを告げよう。わあ、別れ告げたらこんなやつ出てきた。この野郎、スカやないか。な、あいつ可愛かった。もうね、マックス飛んのがね、普通にできるようになってきた。トントン、ここですよ。あれ？まあ、いけるよ。これでね、奥までいけるんで大丈夫です。あれ、2だった。あ。ててれてれってて、てれててててて。え？お、背景変わった。背景変わったよ。このディスカバリー感あるか？これ。あ、そうだね。入りが、あれ？待って、これ何？ホイールじゃん！ホイールボーイ！おーホイールは移動が楽でいいよな。キキキキってこうやってできるんでしょ？さあ。これなんか、この前の面もそうだったけどさ。ここも遺跡みたいな、アジトみたいな感じだね。さあ、ホイールボーイ。レッツゴー！ホイールボーイで、レッツゴー。あぶね！お、あぶない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 。ホイールボーイホイール中は、どうなんだろう、無敵なんかな。あ、ホイール中、あれだ、攻撃受け付けない。強い。すごい、レーザーの中を疾走できる。あー、なるほどね。オッケー、オッケー、オッケー。やっほー見事に引っかかったな、多分。今、見事に引っかかっちまったかもしんねえ。見事にさ、戻ろうとしたのよ、こっちに。そしたら思いっきり追ってったよね。危ない！勝った！よし。なんでこんなところにトゲが？気になるけど何にもないよね。さすがにないよね。あったら困るわ。おー、助けとアド、お助けアドルディだ。コピーちょうだい。コピー。あー、あるね。どっちにしよっかな。スパーク！スパークか。スパークとこれは？パラソール！パラソール！ふわふわー。ふわふわー。スパテラでもね、パラソル別に弱くはねえんだけど、なんか使いづらかった覚えあんな。まあ、ここはやっぱね、白菜一択でしょう。で、こっちの面行って、来たねー！なんだい？あー！ポイズンボロス！ポイズンボロスじゃねえかー。お前もスーパーカービィデラックスで見たことあるぜ。みんなでスーパーカービィハンターズに。見たことあるんぜ、お前。ジャンプすんだよね、こいつ。くっそ。なんかこいつビーム入ってくんだよな。ああ、やばい！やば！いや、でもお互い HP は減ってるぜ。よし、これはしゃがんでよけれるっていうのを俺は覚えている。スーパーカービィハンターズの知識が生きている。終わりだ！よーし。これ吸い込むとどうなるんだろう。ポイズン！ポイズン？おお、毒霧を巻くことができるのか。へえ、カービィのコピー能力も増えたなー。おお、なるほど。無敵ダッシュみたいなのもあるんだ。毒に乗りながら。毒に乗りながらの無敵ダッシュもあるのか。ハート、スペード、ダイヤ。ハート、スペード、ダイヤね。下かな？ハート、ハート。おら！おら！ハート、ス
ペード。こっち。スペード。ポイズンでもなんだかんだ使いやすいな。この無敵ダッシュがいい。無敵技意外と多いね。ホイールといい。ホイールといいね。これといい。無敵ダッシュ技が多いのはちょっとね、個人的に嬉しいな。で、ダイヤに行く。星？ダイヤだよね。痛い！ダイヤ。宝箱。やった。IC キューブだね。何個目これ。あ、これで1個目か。よかったよかった。見逃しがあんのかなと思ったわ。オッケー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 。さあ、行くぞ！んー、パンチ！パンチ！うん！うん！うん！パンチ！こいつは何になるんだ？ストーン！何？防御耐性？あ、うわ、強い！これは強いぞ。身構えて、ガードして、パンチ！パンチ！パンチ！アッパー！アッパー！叩き下ろし！うおー、強い！これは、なかなかいいな。パンチ！いいねー。これ持ってたりはしないのか。パンチ！あ、これ食らっちゃうか。なんかこれさ、調子に乗ってるとさ、大事なものを見逃しそうな気がするんだけど。IC キューブがある、あそこに。取りたいな。あそこのところに、パンチ。パンチ。パンチ。あ、これだけ取れるのか。よかった。オッケー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 。二つ目だね、これで。豪快なの嫌いじゃん。壁奥まで取るかよ。奥まで取るか。アッパーアッパー振り下ろしマッシブすごいマッシブんーパンチマッシブすぎるじゃあ無敵ダッシュで駆け抜けていこう。これは障害物、シャツに次ぐ障害物やな。上だね。危ない。この野郎。ああ、危ない。コピーが。これさ、この作品って一撃でも食らうとコピーが解除されちゃうんだね。だから、スマブラより、コピー能力は取りやすいんだね。そこ気をつけないとさ、立て直しの時に大変だね。ポイズンの無敵で、強引に進んでいこう。オッケー！クリアー。まあ、お、あーカービィ頑張れ！おーてれ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 てよし！じゃあこの前、やっていた 3D のチャレンジもちょっとレベル2が追加されてるんで、ちょっとやってみようかなと思います。ただ、ちょっと待って。恒例のやつやりたい。ここ。うわどんな感じかな。吸い込んで吐きまくる。フルコンボとか意識しないで。あ、この曲懐かしいね。懐かしい。基本的にこの懐かしい曲で構成されるんだね。いいね。でーん、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 でーん。吸い込んで、コンボ稼ぎたいから、あ！貫通するとは限らないのか？貫通するとは限らないのか？てか、意外と食らったのダメージ。んで。走って、集めて、吸い込めない！吸い込むのに結構時間かかるんだな、こいつ。で、ほい。吸い込んで、あ、これで終わりか。オッケー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 。2の3。あ、ちょっと奥行きがあるステージになった。これいけんのかな？あ、いた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 。ほい。オッケー。
2体以上吸い込むと強烈な貫通弾に変化するみたいな感じか。ほい。うんだね。2体以上が条件か。なるほど。さ、2の4ということで、ボスですかね。いいね、このスパッとできる感じ。よし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 。カブーがあんなのに。おー、カブーは添えてくるんだよね。そう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 。知ってるよ。ここにやろう。あ、かわいい。なんだっけ、こいつの名前。このピョンピョン飛んでるやつの名前。ボス来た。あ、お前か、また。またお前か。懲りないな、お前もな。あー、でもなんか、攻撃方法違う。で、星を吸って、吐く。痛い。星を吸って吐く。星を吸って吐く。星を吸って吐く。それで終わり。よし。やったー。クリアー。まあ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 、理不尽に難しいわけじゃないんだね。タイムボーナス。銀。あ、金色に取った。まあまあまあ、金取ったらいいかな。うん。コインコンプリート。スピードクリアとかフルコンボとか無理じゃないの。そうやさ、これってモサーのデータも見えるんだよね。ちょっと見てみていいかな。うせえ。38,890。ここに至るまでに一体どれだけの努力をしたんだ。先人のデータはやばいな。100%になってから売っただけのことはあるわ。